性教育チャンネルようこそ。はい、今回はですね、ちょっとですね、皆さんにね、確認をしておきたいことがあったので、そのお話だけ軽くさせていただきます。まあ緊急報告第2弾です。第2回目ですね。はい、皆さん教科書前回読むようにとお話しましたね。じゃあ先にね、教科書読む、どこから読みますか。ここです。お、なんだこれ。そうです、これわかりますね。旧国名です。はい、今日言いたいのはこれ、旧国名をまず覚えてください。はい、私のね、レギュラーの授業を受けている方にはね、毎年旧国名をですね、覚えさせるんですよ。で、そのテストをゴールデンウィーク明けあたりにやるんですけども、今年もゴールデンウィーク終わってますからね、だから各自まあね、やっていただくとして、皆さんもちゃんとこれだから、やってもらいたいと思います。いいですね。で、以前お話ししましたように、まず五基七道の七道範囲、何道に当たるかっていうのもそうですし、国と県ですね、まず地図で覚えるのもそうですけども、ここに表が載ってます。この表です。で、県名と国名のこの対応ができますので、ね、例えば、はい、何でもいいです。はい、例えば、はい、この美作坂の国は、はい、岡山県に当たるとかですね、越中の国は富山県に当たるとかですね、そういうところをね、ちゃんとできるようにしてほしいと思います。はい。で、またがっているところは、まあ、ぼやっていう感じでも構いません。必ず、ドストライクのものは覚えておいてください。でですね、県名から国名に直す、国名から県名に直す、いずれもできるようにしておきましょう。そうするとですね、例えばですよ、地図問題なんかで解けるわけですよ。どこどこの国で、起きた、例えばですよ、はい、三河の国の長篠の戦い。じゃあ長篠の戦いの場所を選べ。あ、三河の国だから愛知県あたりかなとかね。選べるじゃないですか。OK ですか。なので、県名から国名、国名から県名までちゃんとできるようにしていきましょう。もちろん県名が分かってもね、地図では分からないのでちょっと困っちゃいますけどね。はい。で、今回ね、恒例のね、その、旧国名のテストと回答をですね、この下の方に貼っておきますので、ダウンロードしてやってください。でですね、まあ、半分以上取れない方は、それぞれしつこくやり込んで覚えた方がいいと思いますよ。はい。というところです。ちなみにですね、この右上に教科書ですと、はい、ここにこう、都の地図があるから、これも見ておいた方がいいです。付随して、いずれはですね、いずれは最後に、はい、生徒の表を載ってます。生徒の表も近現代では必須ですのでね、いずれは覚えておかないとと思います。今日はその1個目として、まずこれです。旧国名ですね。この暗記をしてもらいたいということで、言ってきました。特にですね、最近やはりね、歴史的な地理問題というのはよく出やすいです。はい、地図はもちろん出ます、たくさんね。それ以外でも普通に出ますし、もちろん共通テストもこの地図絡み、非常に出ますので、位置関係を押さえてください。はい、じゃあ今回はそんなところですかね。これね、すぐね、テストにつながるわけではないです。もちろん出るところもいくらでもありますよ。学習には大好きです。それ以外でも、はい、共通テストも多分地図関係で出ると思います。今年はほら、言いましたように2020年は早稲田でも絡んで出てました。で、他にもそういう感じで出る可能性はいくらでもあります。ありますが、それ以前に今後のためにこれはまあ基礎知識ですね。だからすぐどうのこうのというよりも、まあスポーツでまずランニングしようみたいなもんですよ。別にランニングしたからってすぐそれが、はい、なんだ、野球では打てるようになるとか、ピッチャーとして投げれるようになるとか、すぐそういうものにつながるわけじゃなくて、基礎体力作りみたいなもんですよね。ただそれだけでも実際出ることがあるから、単なる基礎体力よりも、よりですね、有効性が高いと思います。なお、学校ですでにやってるよ。私も全然余裕だとしては結構です。はい。ではまたね、お会いしましょう。さよなら。